今回キーパーの差で、優勝できなかったので、次回はちゃんとゴールも決めれる点取り屋のキーパーになれるよう、頑張って練習していきたいと思います。ありがとうございました。はい、素晴らしいコメントありがとうございます。ぜひリベンジお待ちしております。